強かったね。よかった。お、退場しています。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは改めてご紹介させていただきます。当時ライダー史上最年少で仮面ライダーに大抜擢され、一躍人気を博した仮面ライダーファイズ乾匠役、半田健人さん。そして2号ライダー仮面ライダーカイザ坂雅人役、村上康平さんです。拍手お願いいたします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお二人からご挨拶をお願いいたします。私が、15年前ですか、仮面ライダーファイズ乾匠役をやらせていただいてました半田健人です。本日はよろしくお願いします。はい、仮面ライダーカイザ日下雅人役を演じました村上康平です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、先ほどは助けていただいてありがとうございました。いやなんかね、ずいぶんと勝手なこと言ってましたね、はい、マスコットにするだろうね。キティちゃん渡されるところでした、ね、あ、危ないところでした、ね。はい、キティちゃんもファイズとカイザにはもちろんなんですけれども、うん、半田さんと村上さんにもお会いするのとっても楽しみにしていたんです。ねえキティちゃん、どうですか。可愛いね。これいいんだよね。ね、自慢しちゃってね、はい、嬉しいよね。可愛い。それじゃあキティちゃん、お知らせの続きをいきましょう。うん、はい、はい。それじゃあ半田さん、村上さん、お二人に聞いちゃいましょう。はい、15周年を迎えた仮面ライダーファイズのハローキティコラボデザイン、いかがでしょうか。いやー、こんな嬉しいことはないですよね。僕、キティちゃん結構好きで、ありがとうございます。あの、家にも何個かあるんです。あ、そうなんですね。ですからこうファイズっていうのはね、言ってみたら、まあ、僕のもう一つの姿、分身のようなもんですから、それがこうキティちゃんとこうねコラボしちゃうって、この夢のような話で、本当あの嬉しいです、これは。はい、はい、ありがとうございます。キティちゃんも嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、僕今回このデザインを初めて見させてもらった時に、本当にあの自然に出た言葉が可愛いで、うんうん、やっぱしかもあの男性から見ても、うん、このデザインっていうのは、身につけたりするときに抵抗がない感じの、この本当絶妙な、そうですね、本当絶妙な可愛いだと思いました。キティちゃん何でも着こなせるんだね、すごいね。なんでぜひこのコラボは女性だけではなく、男性にもね、大丈夫、男性ファン多いんだから、はい、仮面ライダーファン。もう掘ってたら男の人しか集まらない世界ですからね、仮面ライダーって、うんうん、だから逆にキティちゃんの力を借りて女性客を呼び込むという、うん、ああなるほどね。逆ですよ。逆ねえ、本当に、うん、まあでも両方いけるということで、はいはい、うん、そうですね、男女問わず皆さんに使っていただきたいと思います。はい、はい、そしてですね、今日はもう一つ素敵なお知らせがあります。はい、はい、ハローキティと仮面ライダーファイズのコラボを記念して、5月5日にサンリオピューロランドで半田さんと村上さんのスペシャルイベントの開催が決定しました。はい、そういうことなんです。もう一度言いますよ、5月5日55の日にサンリオピューロランドでハローキティと仮面ライダーファイズのコラボ記念イベントを開催します。はい、イエーイ、ありがとうございます。うん、楽しみですね。このイベントでは、はい、もちろん半田さんと村上さんにもお越しいただいて、はいはい、お二人のトークや楽しいコーナーが盛りだくさんとなっております。はい、はい、もちろんお二人は変身していただけるんでしょうか。ええ、もちろんですよ。それもそうですし、他にもね、なんかちょっとできることないかって今考えてるんですよね、二人でね。うん、そうですね、ありがとうございます。うん、ならではのことができたらいいかなと思ってたりもしますんでね。はい、はい、とっても楽しみにしています。キティちゃんも楽しみだね。うん、はい、ありがとうございます。そして今日はお二人にお願いがあるんですが、はい、変身のポーズを見せていただけないでしょうか。よろしいですよ。ありがとうございます。はい、ベルトもしてますからね、私。はい、はい、じゃあちょっとね、やりましょうか。お願いします。はい、それではお願いします。ありがとうございます。
やりますか。じゃあね、はい、あのそのスマホのケースをちょっと携帯と見立ててやりますね、はい、もう時代も変わりました。もうガラケーなんですよ、ね、だからファイズはまずね開くところ、これもアクションの一つなんですけど開くところがないので出しましょうね携帯をね。出してボタンを押すんです。ピコピコピコで、これ閉じる、ね、この後にじゃあ今これ腰をひねるんですね。引き上げて変身で殺す。いうところ、これじゃあもう一回一連でやってみましょうか。いきますよ、せーの、変身。スタンバイコンプリート。いかがですか。はい、こんな感じ です。ありがとうございます。はい、決まりました。それでは最後に半田さん、村上さん、そしてハローキティの3人でもう一度メディアの皆様に撮影を行いたいと思います、はい。フォトセッション終了させていただきます、はい、うん、以上をもちましてハローキティ仮面ライダーファイズコラボ企画の発表を終わらせていただきます。神田健人さん、村上光平さん、本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様大きな拍手でお送りください。じゃあやりましょうか。はい。